次は、ハーモニカということになってるようなんで じゃあ、最近ちょっとやってないんですけど、ハーモニカを、吹くということに決まっていますので、やってみましょう。これはヘンリー・マンシーニという、この人も古い人ですけども、作曲家で、いっぱい、いっぱい曲がありますね。大作曲家です。ヘンリー・マンシーニの、これも映画音楽。で、鮭とバラの日々というアデイン・オブ・マイ・
なんともいえない悲しげな曲ですけど。